からの流れ面もかなり綺麗でしょ。前に来た時にね、こんなに咲いてなかったんだけど、マジで上からだったらすごいな、なんかブドウみたいですね、これ。結構綺麗ですね、これ。このアジサイめちゃくちゃ綺麗。はい、ということでね、長い植物園にまた来ました。はい、今日はね、アジサイを見に来ました。アジサイウィークっていうのが6月1日から31日までだったかな、やってるみたいなので、それをね見に来ましたね。で、前にもね一度バラを見に来たんですけども、前の動画も下のね説明欄のところにリンク貼っておきますので、もしよろしければね見ていただければいいかなと思います。で、またね、チャンネル登録していただければいいかなと思います。はい、で、前回と違うところはジンバル持ってきました。 GH5 だね、ジウンのクレーンプラスかな。なので今回の方がね滑らかな動画になるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで早速行きましょうかね。いきなりさ、前にアジサイ見えてきましたね。で、なんか左には店もあります。これ何なんだろう。うわー、すごい綺麗な花ね。おお、すごい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 ね。ここにあるかもしれない、通知探しに行こうか。うわ、なんか前に白い花咲いてますね。こんなん咲いてたかな、前来た時ね。ほら、すごい綺麗でしょ。しかもこんだけ雑に歩いててもめっちゃ綺麗に撮れるっていう。でね、下もね結構綺麗な花が咲いてるんですよね。ほら、こんな感じで咲いてるでしょ。今回はね、アジサイが目当てなんで、この多分アジサイを見るまでにバッテリー切れたらたまらんから。ほんで、ここがさめっちゃ広いんですよね。ほらね、前も見に来たけど、こんだけ広いから。前は GH5 で手持ちでやってたからね。こっちのね奥の方なんですよね、アジサイっていうのはね、だいぶその距離長いんで、ちょうど真ん中らへんですね。やっぱ今日ね日曜日なんでね、結構人がいるんですよね。こんなもんかな。こっからの流れ面もかなり綺麗でしょ。前に来た時にね、こんなに咲いてなかったんだけど、マジで咲いてない花もありますね。奥の紫のやつとかね、っていう感じかな。ここもね結構ガタガタだからね、下多分普通に手持ちで持ってたらブレブレで全く使えん映像やと思う。うん、で花勝負かな、この下に咲いてるやつ。多分だけどね、咲いてるでしょ。うん、でこっち側も咲いてるんで、奥ねね、まあ行きましょうか。っていうか、アジサイ見るまでにバッテリーなくなりそう。っていうか、もう1個なくなった。マジで。あ、でもね、バッテリーはね、2個持ってきてるんですよ。だからね、1個なくなったら1個充電して、まあ、モバイルバッテリー持ってきてるんで。っていう運用であれば、基本無限に使えるんで、うん、特に問題はないかなっていう感じ。バッテリーがね、3つぐらいまで減ったら買えるっていう感じかな。うん、やっぱ日曜日っていうこともあって、なんかイベントしますね。はい、ということでね、奥に着きました。はい、ここの中かな。はい、こんな感じですね。ね、まあこれ上から見た絵なんですけど、今からねあそこの下の方に行こうかなと思いますね。まあ、こっからでもねかなり至近距離で見れますよ、こういうやつとかね。ほらほら、これこれこれ、どこまで寄れんだろう、オリンパスのレンズ。うん、まあ、動画でねジンバルで寄せんのめっちゃ楽。こんな感じ、 F2.8 で撮れるところがいいね。すごいでしょ、全然ブレへんし、やばいなこれ。じゃあ早速中に行きましょうか。はい、ということで、こっちかな。はい、ここちょっと今から降りていきましょうか。うわ、すごい段差。そうですね、俺虫がほんま嫌いやから、さっきから言ってるけど蚊に刺されやすいのかな、蚊。そんなこともないか。うん、でもね虫は嫌いなんです。おお、ちょっとここ下の水たまりが、こっちから行けないな、下に水たまりがある。まあ行きましょうか、こんな感じね。あそこのね奥にほら紫色のアジサイが咲いてますね。ね、こういうのとかもこれね、で綺麗でしょ。これピント合うかな、これ。あ、ピント合いましたね、さすがオートフォーカス。うわー、いっぱい咲いてるな。これなんか名前書いてないかな、タマアジサイって書いてる。めっちゃ綺麗。あとでね、ちょっとねジンバル持ってる時って写真撮りにくいんですよ。だからねそこはちょっとやらないけど、こういう多分あれでしょ、色があんまりついてないの、まだ咲いてないんじゃないかな。こっちの方でしょ、水色の。こっちから行きましょうか。
西洋アジサイって書いてる。ズームしなくてもね、ジンバルの場合こうやって行けるのがいい、ね、西洋アジサイ。すごいオートフォーカス動いてるな。あんまり近づかない方がいいかも。あ、これ何なんだろう。ガクアジサイ、伊豆諸島で書いてる。このアジサイなんだこれ。真上から撮ってみましょうか。面白い絵になるかな。真上から撮ったらこんな感じ。カメラの重みでちょっとバランスがいかれた。ちょっと一回切りましょうか。これピント合うかな。合いましたね、ピント。すごい綺麗。手ぶれなく撮れるのがすごい。柏葉アジサイ、これが柏葉アジサイ。あ、ピント合った、ピント合ったね。すごいな、なんかブドウみたいですねこれ。これね、こっちのね、アジサイもめっちゃ綺麗なんですよ。これ3つ並んでる。多分これだよね。あとこっちも、この下とこんな感じかなね、これ綺麗でしょ、これね、こっちアップでするとこんな感じね。ウズアジサイって書いてますね。ウズアジサイ、ウズアジサイはこれ咲いてないんじゃないかな。これね、多分咲いてないでしょ、これ上全部こういう花なんかもしれないけど、多分咲いてないっぽいですね。これはね、城ヶ崎の飴。これはね、咲いてますね。こんな感じ。これも綺麗な。はい、綺麗でしょ、これ。こういうのもね、上から撮れるのがいいところ。ピンと合ってるかどうかわかんないけど。こんなの、手持ちだと絶対撮れないから。ほぼ無理ですね、ブレブレで。俺がね、やっぱ綺麗だと思ったのは、奥の水色のやつかな。半入り額アジサイって書いてる。枕田って書いてるのかな。これね、これ以上中入れない。あれね、奥のね、水色のやつですね、あれね。あの水色のやつはね、かなり綺麗。うん。こうしちゃってね、これ以上無理。手伸ばしてるけど。これで2キロはかなりきつい。うわぁ、ジンバルこういうこともできるんだね。西洋アジサイ。これね。これで、こんな感じでさ、スライドできるのか、一回やってみます？ジンバル練習。こういう風な感じで。ピント合ってないっぽいな。あ、ピント合いましたね。すげえすげえすげえ。マジすげえこれ。すごいっすね。で、上から下にチルトしたりとか。こんな感じでね。こっからまあ狙ってる感じ。まあこの絵かな。これはね、結構いい。奥にもね、行きますよ。これでもピント合わへんな。これマニュアルで合わせるんだろうね、多分。こんな感じで。これか。奥にピント合ってますね、これ。あ、合いました、合いました。あったね。うん。でね、こう見てもらったら分かると思うんですけど、水がね、すごい溜まってるんですよ。これやばいんで、マジで。マジでやばい。水はけ悪いから、倒れたらどうすんねんっていう感じ。やばい。ダンスパーティーって書いてる。ダンスパーティーはね、これ。こういう時 GH5S の方がいいんかな。合わへんな、マジで。ピント合わへん。これだったかな。手前にも合ってますよね。結構綺麗ですね、これ。ね、これこんな感じ。手前にピント合ってる感じ。並んでますよね。こういうのは写真の方がいいですね、ジンバルよりね。ちょっとね、操作がしづらいっていうか。ジンバルだと。向こうから、これいけるかな。ね、これで、ゆっくりゆっくり右に、こんな感じ。すごいね、これ。笑うと結構ブレるんですけど、それでもいけてんじゃないかな、これ。マジでやばいな、このカット。あとね、今日思ったんですけどね、虫除けスプレー持ってきたらよかった。隅田の花火って書いてる。こんな感じ。ね。うん、こんな感じかな。うん。範囲的にはね、そんなに広くないんですけど、かなりの数のアジサイが咲いてますね。うん。で、全然違うやつも咲いてるんでね、アジサイと違うやつも。うつぎとか。アジサイへの看板立てますね。世界に40数種、日本に十数種が自生していますって書いてますね。あ、日本からヨーロッパに渡ったのか。で、品種改良されて里帰りしたんだって。で、逆輸入ということ。土壌が酸性の時に青の花色がさえ、赤系の場合はアルカリ性の時に赤系の色がさえますよ。だって。だ、酸性かアルカリ性で違うんだ。土壌がね。で、30種類6200株だって。で、5月下旬から6月下旬が見頃って書いてますね。今だからちょうど6月の2日なんで、ちょうど間ぐらいっていう感じ。うん。あ、こっちにも咲いてますね、これ。
で疲れたら休憩するところもあるんで、感じかな。このアジサイめちゃくちゃ綺麗ね。赤がアルカリ性で青が酸性っていうことは、このなんていうの、紫っぽいやつは何なんだこれ。アルカリ性に近いんかな、土壌がね。ほらすごい紫でめっちゃ綺麗これ。一応こういうのはピンと合うんだね、でかいアジサイは。すごい小さいやつだとねピンと合わないんで、あのしかもねジンバル使いながらマニュアルでやるっていうのきついから。あれめっちゃ綺麗ね。えこんなアジサイあったのもびっくりなんだけどねえ、あれ綺麗な、これ以上 近づけないんですけど、うん、ね、結構綺麗でしょこれ。タマアジサイも撮ったし、もう全部撮ったかな。あ、結構広いかな。これは見ましたね。結構同じやつが咲いてたりしますね、うん、アマギアアマチャって書いてる。これね、これね、このピンクのやつ綺麗ですね。結構ね、いい映像。上から下にさ、ちょっとこれ縦でやってみようか。ちょっと待って、ね、こんな感じで。ちょっと待って、いくよ。すごい。こんな感じ。ここもめっちゃいい、ほら、ね。で、あの奥の木はクヌギの木ですね。ここ、ほらめっちゃ綺麗。これね。あのピンクのやつ。こういう風に入っていくっていう感じ。ね。おー、すごい。てな感じですね。うん。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、まあ、今日曇りでね、ちょっと雨は降ってなかったんですけど、雨降ってるとですね、150円になるのかな、入場料がね。50円割引いてくれるんで、しかも雨降ってる時にさ、マクロレンズとか望遠レンズ使って水滴とかさ、あの写すと結構綺麗な絵になるんじゃないかなと思いますね。ただね、雨降ってる時にジンバル運用って結構きついんで、基本的に YouTuber は晴れてる時しかね、結構きついですね、うん、っていう感じですけどもね。で、このイベントですね、6月1日から6月31日までかな、やってますんで、まあ、もしよろしければね、長井公園に寄るときは、来てみるのもいいかもしれないですね、はい、他にもですね、アジサイ以外にもいろいろ見れるね、花とか木とかもありますので、ね、ここで時間を潰すのもいいかもしれないですね、はい。でですね、今後もですね、アジサイ、別のところでアジサイ見に行ったりしようかなと思ってますので、もしよろしければですね、チャンネル登録とね、高評価お願いします。はい、ということで、おつぴかということで、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。Hey, do you remember? Sneaking